さて、お店がある。ラクダの巻物。お店まず行くか。あ、マゼロンいるぜ。よし、やっちまおう。まずドラゴン層があるんで、あと、トカゲの盾ね、あるんで、まずは鋭い牙で行くか。これとドラゴン層。よし。で、あう、危ない危ない、この BC 多いぞ。素早さそう。デロデロの罠が出てくれない。目薬そうだったらいいんですけどね。ここ通路かな、通路っぽいな。いっぱい来るね。あ、しまった、間違えたわ。取りに行くか。あ、来たよ。あ、行っちゃった。まあ、いいか。え、あ、かまいたち。いいんでねえか？ねえ。これなんだろうな。ちょっとお店行く、あ、いいね。いなり。影の井か。そういや、影の井って、俺が何回も言ったような気がする。三日月と、素早さそう。よし。ちょっと、置いとこう。後で取りに行こうよ。まずお店行きます。お、ヤンピーだ。ああ、二択屋か。はいはい。よし。マゼロ来た？違う。三日月と。
あの動いてるやつ混ぜるんですね。じゃあかまいたちはちょっと後にして、爆発に、四宝石の盾投げる、爆発に投げる、こっちだな、鋭い壁は。で、混乱の帝王のトカゲの盾。どうすっか、拾えずが嫌だよ。拾えずが。目のの腕は。来た。壁抜け来た。気配察知と壁抜け。バナナの皮、素早さの種、種じゃない草。真空切り1個置くか。で、気配察知。満腹度27か。厳しいな。来たね。倒しとくか。これ真空切りね、これは置いとく。最悪スパイさんの種を飲みます。三日月とうか。ていうか飲んじゃうか、飲んじゃう。で次のフロア行きます。合成できる。あれ、迷子の巻物みたいなのがあったような気がするけど、どっか行っちゃったか。あ、そっか、聖域か。3000聖域ね。どうすっかな、どうすっかな。金縛っとくか。これもちょっと欲しいよね。混乱インスイッチ、混乱やっとくか。問題はダメージがやばいな。どうしよう。どうしよう。1、2、3。動いてるよね。
どうしよう。かまいたちつけるか。よし。いい感じじゃない？水星特攻が欲しいんですけど、ちょっと今のバナナのない状態でここからやるのも辛いんで、行きたいと思います。巻物ね、置いとくか。じゃあ行こう。さてと、マゼルンがいきなりか。どうしよっかな、ここはちょっと倒すか。お眠ガラガラ、睡眠か。お、やばい。どうしよう、まだ大丈夫だよな。ギターか。やばいね、一回使うか。バナナ、草がある。よし。おっと。あちゃー、ここは、あ、通路じゃないか。バナナくれ、バナナ。ドラゴンソーか。どうしよう。呪老人。やばいよな。やばいよな。ドラゴンソー飲むか。ここ結構あれなんですよね、罠あるんでデロデロとかありそうな。バナナ落とせ、バナナ。ないか。早いよ。お、壺、識別。
爆睡的加速、裏道、いらねえもんばっか。行くか。長居は無用だな、ここは。なんだ、黄緑の草。識別するか。幸せそうです。飲もう。反復度が、ヘボすぎるからね。よし。2% だもんな。だからこの辺ありそうだけどね。よし、識別ね、やっとくか、一個。いらないな。じゃあ行きます。バナナね、ないよね。まあ、困った時の巻物やったらいいですね。さて、盾がないんだよな。金縛り剣にするか。どっちにするかね。混乱かお眠がらがら。お眠がらがらだな。どこだ？これか。天目具。あれ？あ、間違えた。間違えた。お払い。1%か。やばい。食い物がない。なんとかつなげよう。回復の壺でつなげよう。食い物ねえか。食い物。ないみたいですね。復活一回やれば満腹度上がるか。ちょっともったいないけどね。きついな。これがでも困った時の巻物なら違うな。バナナ。やった。バナナでした。救われた。ギャドンがいるよ。入れる。金縛り。あ、バナナの巻物もう一回いける。やった。じゃあバ
7の川に。すげえよな。影響期間だ。壺増材拾っとくか。よし。杖、忘れてた。まあ、いいか。一個ぐらい。こっちは通路だよな。倒しとくか。トンネルじゃないわ。壁抜け。どのタイミングで使うかが難しいですね。かまいたちがあるんで。鶏の巻物。予約。さて、じゃあ今回はここで終わりますか。ちょっともう少しね、合成したいんで、14F で、とどまりたいなと思いますけど。一通りでもアイテム見とこうかな。間違えちゃった。なんか、合成するか。3だもんな、今。爆発特攻やっとくか。混乱。睡眠あるもんね。よし。はい。じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。今、鋭い牙、プラス5、攻撃力16です。で、因数4で、正面3方向、睡眠、爆発特攻、ドラゴン特攻。まあ、ね、あと水星特攻があると、しばらく強敵は、蹴散らせるんじゃないでしょうか。で、守護石攻の盾、プラス4、防御、21、強さね。で、炎半減、爆発半減、HP プラス10ですね。縦にね、つけるものがないんだよな。なんかあるかな？ないよね。ないっすよね。うん。で、ちょっとバナナがね、なかったんですけど、ようやく黄色いバナナ1本手に入れました。と、なかなかいい感じではないでしょうか。はい。で、次回も、もうちょっと回って、混ぜるんと、混ぜ混ぜしたいと思います。金縛りね、つけたいよな。金縛りやっちゃおうか。3回やしね。うん。はい。ということで、じゃあ、ここまでしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。